この忙しい時に何用じゃ。長城殿、怪しげな薬を流布しているのは貴殿ですな。もはや言い逃れはできませんぞ。すでに妖魔と化しておったか。礼儀をわきまえるやつや。土産もなしに勝手に乗り込んでくるとは。これだけあれば千年の帝国も築けよう。何者かに先を越されたようだ。これより天下はさらに荒れることになろう。これも天意か。よかろう。ならば戦い抜こうではないか。
乱の日が絶えるまでな。